和田摘みの小玉。こんばんは、星野沙奈です。今回はですね、和田摘みの小玉というゲームをプレイしていきたいと思います。というのもですね、なんかめっちゃ雰囲気が良さげだったのすっごい海が綺麗で絵が可愛くって、で、まあ、嬉しいことにこれはホラーじゃないと聞いているのでやってみようかなと思います。これはスペース、スペース、よし。めっちゃ絵可愛くないですか。うわー、すごい好き。始まりの日、遠い海の向こうから音が響いている。一定の間隔で響くその音がより大きく聞こえる場所を探していたら、この島の外れにたどり着いた。なるほど。この音はどこから、誰が鳴らしているんだろう。そして何のために鳴らしているんだろう。ほう、誰かが鳴らしている。そうだ、試しにこっちからも音を返してみよう。音を返す。あそこに見える古い塔からならこっちの音も届くかもしれない。ほう、古い塔。ああ、さっきのオープニングのあそこに行けと。了解です。セーブがないらしい。あー、かわいいお顔。なんかこの、なんて言うんでしょう、パラパラ漫画みたいに動くのってすごいかわいいですよね。よいしょよいしょ。これ普通に向かうだけでいいのかな。 Z、 はい。この塔でなら大きく音を大きくできそうだけど、いい音を鳴らせるものをまだ持っていない。あ、なるほど。何かを探して音を鳴らしたい。ここは今にも壊れそうなボロボロの家だ。扉が閉まっていて入れそうにない。いや、不法侵入は良くないもんね。これは海に向かうように石が埋められている。石には文字のようなものが書いてあるけど、いくつか知らない文字もあって読めない。知らない文字。ここどこ。これはさっきと同じ。あ、同じだ。このボンベ的なあれは関係ないらしい。下も結構あるのかな。これめっちゃ石だ。少し大きめの石が並んでいる。石には何か記号のようなものが書いてある。え、教えてくれない。あー、別に謎解きに必要ではない。なんかすごい十字架がいっぱい。なんかあるかな。お、下が結構広い。広いな。あ、じゃあこれさっき来たところだから、右端まで頑張ればいいのかな。あ、そうじゃない。下に降りて浜辺に行ってる。こう海の音めっちゃいいのに、なんかこの鐘の音超怖いんだけどホラーじゃないよね、さすがに。あ、ピチャピチャした。え、ちょっと待って、これどうすればいいんだ。めっちゃカコーンってなってるよ。お、あ、なんかあるじゃん。空き缶。たまに見かける金属でできた入れ物。中に食べ物が入ってることもある。これだけでいい音を鳴らすのは難しそう。なるほど。あ、こうやって拾ってく感じなのか。オッケーオッケー。貝殻だ。え、全然アイテムてかマップを把握してない。こっちも行ける。あ、行ける。竹筆。つくしか。脳の処理速度が遅い。つくしの笛と空き缶を入れ替える。あー、笛の方がいいのかな。笛にしてみよっか。棒の端っこに毛がついている。棒の中が空洞になっていて、吹いてみると軽いような柔らかいような笛の音がした。そうね、笛だね。え、竹筆ってつくしじゃなかったっけ。わかんない。竹、普通に竹筆かな。ちょっと額が足りない。いい音が鳴るものを見つけた。あの塔でならもっと大きな音で響くかな。どうだろう。でもやっぱ響かせる系だったらさ、空き缶にカランカランカランってなんかした方がいい気がしないでもないけど。
一応他のもの探してみよっか。 Z、 あ、戻さない戻さない。あー、なるほど、これ元の場所に道具が戻ってくスタイルなのか。あとはもう何もなさそうかしら。お、なんか今にも壊れそうな。ああ、さっき見たやつだ。オッケーオッケー。そしたら鳴らしてみる。おー、おしゃれー、カコーン。めっちゃ汽笛っぽい。海の向こうとは音の響きが合わなかった。違う音を鳴らせるものがないか探してみよう。響きが合わないな、なんじゃろじゃあやっぱさっきの空き缶をどうにか使うのかな。ちょっと空き缶と入れ替えよっかね。入れ替えて、やっぱこれになんか足すんだろうな。この砂浜の音好きだな。なんかあるかな。でもこっち側行けないから、こっち側に歩いて行って、ここは何も出てこない。なんだろう、貝殻入れちゃえばいいかなと思ったけど、そういう話じゃないんだもんね。ここはさっき見たな、記号のようなものがある。うん、それだけか。どうしよっかな。ここなんか他にあるかな。あ、ある、なんか。どうしよう。これ拾っちゃっていいかな。いいかな。よし。空き瓶の笛。あ、これも笛なんだ。笛シリーズ好きだね。細長い口から息を吹きかけたら、お腹の底に響くような笛の音がした。じゃあこれで一回吹きに行ってみようか。シフト。あ、シフト。すごい、ワープ機能付きだ。加工。お、これは？あ、いいんじゃない？やった、来た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 。すごい、演出がめっちゃ可愛いな。海の向こうへ音がこだました。実績のロックが、始まりの日っていうのが解除されましたね。すごい綺麗、落ち着く。次の日。この島に住んでるんですか。またこの場所に来てみたら、昨日とは違う音が聞こえてきた。音の主に自分の音が届いたと思うと、もう少しこれを続けてみたいと思えた。向こうはどうやら同じ音を返した時だけ反応してくれるみたいだった。落ちてるもので、どうにか同じ音を作ってみよう。なるほど。音を…何の音これ。なんかチーンって感じだったね。なんか叩いてるのかな。ガラスの瓶叩いてるみたいな音がするけど、なんかいい感じのないかな。笛じゃない気がするから…布がある。布かなこれ。破れたテント、少し破れてるけど丈夫な布だ。何かにこれをピンと張ってみたら、音が鳴ったりしないかな。空き缶か。あの空き缶に布を張るのか。でもアイテムはちょっとずつ増えてく感じなのかな。いやー、素敵な音。どうしよっかな。これ空き缶の笛と破れた、笛。でも笛は使わない気がするんだよな。これなんか使えるかな。流木。あ、でも流木で叩いた方がいい気もするわ。すべすべ。あ、今全然読んでなかった。ちょっと、もう一回説明読まして。流木。ただの、何の変哲もない木の棒。海でずっと流されてきたせいか、手触りがスベスベしている。あ、いいんじゃない。いい気がするわ。よしよしよし。あ、すごい、これ斜め移動ができる。別に使うわけじゃないけども。どうしよっかな。
流木と入れ替えちゃダメな気がする。まあ一回吹いてみるっていうのも手ではあるけど、いや個人的にはやっぱこれが気になりますよね。破れたテント。何かにこれをピント張ってみたらってことは、これだけじゃダメなんだよね、多分。から別の道具を探したくて。あれか？もしかして家が開いていたりはしない。しませんでした。なんかないかな。じゃあ一回別のものをやるとアイテムが出てくるとかあるのかな？それとも私が見逃してる？チンってなってるもんね。ワンチャン笛？竹筆、笛？どうなんだろう。合うのかな。なんか音楽的センスがないから、どの音とどの音が波長が合うとかわかんない。ティンって。あ、ダメだった。ダメでした。なんだろう。じゃあ布と流木が新しいアイテムだったけど、でもテントだけじゃ貼れないから、どうしよう。これ流木とテントって合うのかな。ちょっとやってみる。こうなんかいい感じに合成できるかな。よいしょ。ああ、入れ替えるになっちゃう。ダメだ。そしたら、空き瓶拾ってみる？だって他にないよね。お？空き瓶の笛と流木を組み合わせる。やる。空き瓶の鐘。あー、それでよかったんだ。透明な入れ物をただ木で叩いたら、すごく高くて綺麗な音がした。わかるー。あんま良くないけど、コップの縁で、ティースプーンとかがカランカランってなるの結構好きだったりする。そうか、これでよかった。あ、シフト、シフト。よし。どうかな？ティンって。おー、同じ音だ。めっちゃ綺麗。この演出すごい好きだな。海の向こうへ音がこだました。お、実績記録解除、次の日。よし、2日目が行けましたわ。また次のある日。進むね。今日はなぜか2つの音が聞こえてきた。どうしたんだろう。2つの音。でも2つの全く違う音が重なっているのに、この組み合わせだととても心地よく聞こえる。ただの音だったものがこんな風になるんだ。よし、自分でもやってみよう。少し時間はかかりそうだけど。ほう、あ、ほんとだ。なんか Z と X で2枠になってる。ポートーンって感じか。どうしよう、これ。流木を一回 X 見て。いや、絶対テント使うと思う。このポンってやつ。これ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 。絶対使う。これは Z に入れとこう。ね。で、空き瓶。あ、入れ替えるになっちゃうからダメだ。じゃ、なんか新しいアイテムあるかな？なんかポンって叩いてるよね。ということは、空き缶か？よしよしよし、いいんじゃない？空き缶ドラム。筒の外側に布を貼ってみた。叩くとポコポコと面白い音が鳴る。お祭りで鳴ってたら踊り出したいくらい。なんかこの缶かわいいな。鶏みたいなのが書いてある。で、あとポーっていうのが欲しいから、そう、これ。これは、あれ？竹筆かな。あ、てかよく考えたら、つくしって土筆だよね。
通にこれ竹筆じゃん。よし、あ、来た来た、これだね、今の音多分そうだ。よし、行ってみよう。